どうも、野村です。後期のデザイン課題、設計課題でパート2は何をやっていくかといいますと、まあ最後のね、前回のあの最後の動画の最後でも言ったと思うんですけど、フェーズ3っていうところで、3は両親のための家を設計していきます。で、簡単に言うと父と母の世界を作ってそれを合体させるっていうような設計をやっていきます。でですね、もう父と母のその分析というか言語化っていうのは終わってて、はい、こちらです。これがお父さん、俺が父になったのを想定した時の、お父さん父性父性を、言語化してきました。まずで、まあ、かっこいい世界となんかかっこ悪い世界っていうのを対極にあるものだと思うので、まず設定しました。だからかっこいい方は社会貢献、まあ簡単に言うと仕事してる姿で、かっこ悪い方は家でダラダラしてる姿のその二面性があるっていうのが父だと思うんですね。でその社会貢献、つまり仕事をしている姿っていうのは言語化すると、まあ知覚、これ対象になってるな、知覚概念ですね。知覚概念のところは、知性的創造性っていう言葉になりました。でこの何々的何々性っていうのは、まあどっちでもいいんですけど、順番はね、でも何々的の方を素材にします、模型化するときに。まあそれは後でまたいいんですけど、で何々性の方を、まあ、形状形状態っていうふうにエスキスを繰り返す中で、まとまりました。で逆にかっこ悪い方はダラダラする姿で、感性的不特性、まあ、感性っていうのはその知性はその考えて何か積み上げていくっていうような印象だと思うんですけど、感性っていうのは直感的にその考えるというより先に欲望というか、なんか発想のままに、まあダラダラしてる。で不徳性っていうのはその徳を積むの逆ですねっていう2つが、まあ合体したものが父なんじゃないか。でその父を、こっちの言葉をこっちに持ってきます。でこっちは空間モデルなんですけど、はい、この2つを形にすると、金色の球体、この知性的創造性っていう派ね、金色の球体で、感性的不特性の方はエッジのあるスラブしたんですけど、まあ、イメージを描いてきたんですよ。はい、お父さんの方の空間モデルのイメージこんな感じ。この赤い丸が金の球体で、エッジのあるスラブがこう積み重なって、なんか不安定だけどその水平垂直が取られている、ちゃんとっていうような状態を目指そうかなと思います。でタイトルは不安な平均台っていうタイトルです。はい、それじゃあ次、ドン、お母さんですね。なんかかっこいいかっこ悪いじゃなくて、素敵と素敵の反対がちょっとあんま思い浮かばなかったんですけど、醜いっていう、その2つの世界、素敵な世界と醜い世界っていう2つを設定して、まず素敵な方は家事をする姿ですね、料理とか、まあ、その男が料理すればいいやんとかなるんですけど、なんかそういう風に発想しました。家事をする姿は素敵だなと思って、で逆に、醜い方の世界っていうのは、ママ友とかで、悪口を言い合ったり高い昼を食いまくっている状態っていうのをもう最初にイメージしたんですよ。なのでこの言葉をこっちに移植します、模型の方にね。でまず最初の、構造的寛容性はスポンジのアーチ壁にしました。まあ、これは後々で、一時的排他性っていうのは貫入する柱っていう風にしたんですけど、そのイメージスケッチがこれです。この赤の線が貫入する柱張りこのアーチの壁っていうのが、スポンジでできてます。でこのモデルを作ろうかなって思います。それじゃあ作っていこう。じゃん、玉を刺しまくりました。これをこちら金メッキスプレーで、はい、こんなのができました。もっとなんか丸くてつるっとしてピカピカした玉をイメージしてたんですけど、なんか金メッキスプレーをこの発泡スチロールの玉に吹くと、発泡スチロールが溶けてるのかわかんないんですけど、なんかイガグリみたいになってボコボコしちゃいましたね。まあ、これはこれでいいのかな、完全に溶けてるな。こんな感じです。
住宅を、まずこれから作るんですけど、作る前にそれぞれがどういう造形手法だったりセンスで今までの作品を作っていたかっていうのを、その比較してそれぞれの個性をね、もっと尖らせられるように、まず3人で、グループ3人いるんですけど、3人で同じ知覚概念と視覚対象を揃えて3人でやったらどんぐらい変化が出るのかっていうのを、比較検討して今後に生かしていく回です。じゃあまずトラ、球層図が、球層図っていうのは、まあ写真出しておきます。から出てくる概念が異形的、微霊性、軽蔑的が出てきて、そこの形が、形っていうか視覚対象が導き出したのが、これ3人で決めたんですけど、光沢のある三角錐の柱と劣化した、これ間違いですけど、不定形の床っていう2つが出てきたので、それを組み合わせて形を作ったのがあるんですけど、トラノはこちらです。これね、どうなんだろうね、スケッチ行き着いた工程、パースカイ、断面から決めた感じかな、断面をどう貫いていくかみたいな感じだよね。はい、次名村の番です。名村案はこちらです。これも同じく球層図を使って、光沢のある三角錐と、あと不定形な床で組み合わせて作ったのがこちらです。これはこっちの説明だけ、断面図でまず不定形な床をいろいろスタディしてるかも。不定形な床スタディからの三角錐をどう当てはめていこうか、で平面ですね、で最終的にこれが、順番で言うと1、2、3だったかな。まあストレートでね、だから不定形な床と三角錐って言われて、なんかそれをバッと作っていくみたいな。だからそれゆえにシンプルにかっこいいし、それゆえに形態ができてるっていうのと、不定形とか、あとさ、前に風になびく膜っていうのがあったじゃん、あれもさ、後ろで針金で固定したりとかするじゃん。自分で形決めたいかあるよね。不定形って言われてそのリテラルに捉えるわけではなくて、そうそう、意図的な行為として不定形を使ってるっていう。そうそうそう、まあ、断面でまず俺はこの噛み合わせで俺はかっこいいって思えないって、かっこいいなる気がしないっていう。あ、そうそうそう、俺これ書いてるか、大きさはこれはそんなかっこよくない。これはかっこよくはないよ。いや、これはかっこいいよ、これはかっこいいけど、なんかこっちはなんだろう、立体駐車場じゃん、もうなんか、いやですらないと思う。なんかちょっと埋まってんだよ、これかっこいいじゃん。いや、分からん。だから断面がそんなかっこよくないんだよ、なんか層がただただあるだけでさ、なんか吹き抜けとかがあるわけじゃないし、なんかこう高さ関係も全部なんとなく似た感じでやってるから、これはそんなかなと思ったけど、まあけどいざ作ったの見たらかっこいいなとはなったけどね。灰色と黒とかそのさ、地と図のバランスがいいよね、いつも。さっきので言う、その割合みたいな話言うと、まあ、5対5に限りなく近い状態を常に。そうそうそう、そのバランス感覚もすごいなと思う。俺のと対比で言えば結構材は薄いよね。ああそうね、まあ分厚いの使ってはないよね。使ってないよね。この断面、そのスラビの、もう意外と考えていまして、カーブした先で分厚くなってるとか、じゃあそのあれか、この床の中でも薄い厚いを拮抗させつつ、あと一個思ったのが、今回三角錐を真ん中にぶち込まうとはしなかったんだ。そうね、一番最初に思いついたのは真ん中にズドーンってあって、スラブがパッ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 って、思いついたんだけど、まあ、それはかっこよくないなと思って、だから真ん中は即却下みたいな感じだったかな。あ、そうなん、中心性が出ちゃうとさ、そのシンメトリーな感じ、部材の厚さを別に限定しないんじゃなくて、こうなんか全部バラバラにしてるって言ってたじゃん、それはこっちも一緒でサイズをバラケットにさせてて、俺ので言えば結構単調なでっかいのと軽いのに対してこう細分化されてこう選択肢が多いっていうか、解像度高めみたいな感じか。そうか、そうかな、より複雑なのかもしれんね。あとさっきの話じゃないけど、ひっくり返しても面白いかもね、この形をそのまま、そうね、これは似てるでしょうね、うん、定規があんまりない、全然いけるでしょうね。ひっくり返ってるもんな、全然いけるね、変わらないね。逆に解像度高めると意外とどの面から見てもなんか同じ印象を受けない、それはあるね、確かに表情の違いがあんまりない。なんかまあ言われればうーんってなるんだけど、こうダイレクトに直感的に来る
インパクトが、まあ、小さい気がしなくもない、まあ、なんかここがなんか一番なんか開けてて、ね、でこっちはなんか狭くてみたいな、うん、なんとなくは分かるんだけど大きい違いがないって感じか。そうだね、それがバランスいい人とのゆえんなのかもしれない。同じ密度がこうばらついてるからいいっていうのもあるのかもしれない。いろんな方向から考えようとしてるからだろう、ね、うん、同じ音でマジ違くね、うん、まあ造形物はね、うん、同じなんだけどね、素材が違うし、ね、意味わかんなくね。横並びにしてみます。一回崩れちゃったから定型すぎる。めっちゃおもろい色してる。この黒ってえげつない色してるな、うん、建築にあんまない。今回3人で、同じやつから違う3つができたんですけど、これはそのプレゼンとか自分の作品がどういう風な特徴があってみたいのにかなりプレゼンに生きてくると思うんですけど、そこから僕らはあの住宅を作らなくちゃいけないんですけど、それに直で現れるので、まあ、今後動画に出てくるかもしれないですけど、これから導いた手法とか理論っていうのを住宅設計に使っていこうかなと思います。それはまた共有します。それじゃあまた来週。